さあゲームを始めよう。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はアサルトライフルの ICR を使ってチームデスマッチやっていきたいと思います。ちょっと今回サプレッサーをつけているので第6巻と何あれ第6巻となんだっけあ、ゴーストか。ゴーストはね、つけない方がいいかなと思ったので、今回はオーバークロックつけてきました。なのでね、頑張って、スーパーショットじゃないね、スーパーショットは違うね、スペシャリストをね、使っていきたいかなって感じでございまーす。しんどるー味方さんがナイスすぎてやばい。サプレッサーやばいね。こっちこっちだ。私はこっちにいたぞ。これさ、サプレッサーつけてるっていうのはわかるけどさ、やばいくらい音でかいね。危ない。 UAV とカウンター UAV オンラインして、オッケー、危な怖っ。いや、ICR ね、結構影薄いですけど、僕大好きでしたよ。まあ、使わなくなってましたけどね、M8 の存在を知ってからは。反動がね、本当にないんですよ、この武器。おかげでね、結構当てやすかったんで、よく僕使ってたんですけど、気がついたら使わなくなってましたね。ナイスでーす。HCXD じゃあもらっていきまーす。HCXD、使用可能。さらばだ。私は今、弾がないのだ。弾がないのでな、ちょっと、困っているのだ。弾がない。オッケー。あー、やっぱりダメなのねー。まあいいでしょう。最初からね、開幕8キル1ですが、まあまあいい感じじゃないでしょうか。さあ、HCXD オンライン。ドン！あ、いいねー！ HCXD キル。あ、そこおる、そこおる、そこおる。反動がないんだよ、この本当アサルトライフル。ただね、音があんまり好きじゃなかったからね、使うのやめたんですけどね。まあ、どっちかというとクーダの方がいい音してるかなーって感じがあったんでね、ゴルゴンは辛いよ。ゴルゴンとね、シェイバーと、何、205ブレッシー、ヘイメーカー、あと、デュアルフィールド系の装備は、なんていうんですかね、強武器認定、ごめん。そりゃ、そういう感じの戦い方もありますわな。オッケー、殴っちゃった。なあ、弾がねえんだよ、こっちは。弾がないんだよ、こっちはさ。いや、ゴルゴンか、あれ。あれ、敵だよな。何やってるんだ、あの敵さん。よいこらせー。オッケー。強いんだよな、ブレッシー。ほんと強いんだよな。サブレッサーっぽいのついてた気がするけど。いや、ちょっと見えてた。ちょっと体力だけ回復させて。ん？敵さんがいた気がしたが気のせいか。さあ来い。後ろから来ないか、敵さん。大丈夫か、後ろから来ないかの心配でたまらんのだが。おっと、いやマジで、もうマジで僕の HCXD に関することはすごいよね。 HCXD よく出るし、 HCXD でよくキルされるし、まずったか。おー、いい勝負、いい勝負。ナイスな感じですよ。ちょっと待ってくれ。右側来ないか、敵さん。来ないな。よーし。で、ここがスナイパーのポジションでよく言われてたけど、どうだ。
あ、ナイスです。なんで後ろもうタイミングよく落ちてきすぎでしょ。強いな、ゴロが、ほんと。シェイバじゃねえ、なんだっけ、ブレッシーマジで、苦戦以外の何者でもないわ。敵さんはいない。は？つらいなぁ。当たんない。どうした？序盤めちゃくちゃ調子よかったのに途中でめっちゃ当たらなくなったぞ。ゴルゴンマジで。ちょっとは手加減しよう。あのゴルゴンは本当ひどいから、シーバーとゴルゴンとブレッシーとデュアルフィールドはひどいから。後ろ、いや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 、死なない、僕は死なない。敵に取られてないか。あれ、ちょっと待って、なんで殴ってたの。僕ナイフ装備してないのになんで殴るボタン押してたの。いないいない、敵さんいないよ。怖いなぁ。お、いるいるいる。ダメなんだよなぁ。ダメなんだよなぁ。反動めっちゃ小さくていいんですけど、あれがない。威力が。オッケー、テンペスト停止。オッケー、ナイスです。あ、いや、死んでる味方。どう来るんだろうか、敵さんは。マジで？マジで？やばい。恐怖症なる。ショットガン恐怖症、ゴルゴン恐怖症なる。ひどいわ。強すぎるんだよ、ほんと。OK、アシストでもよろしい。右上来てそうだけど、ここ狙いにくいの。OK、ワンダウン。どうっすか？スナイパー？クーダか？ゴルゴンマジで、あなたいい加減にしなさいよ。ゴルゴンの人さ、どんだけ僕キレスな気がするの。あとゴルゴン強いって。敵 UAV 発見。ナイスです。ん、死んだ。ナイスです、味方さん。でこっちの方に敵さんが1名。強化セントリーまで来たか。オッケー、まずいな、この状況はかなりまずいぞ。どうぞ。神は言っている。アホだなお前。やっぱりそう来るか。まあよくよく考えたらそう来るわな。まあそれ普通だわな。すげえ死に方してんな。すげえ死に方してんな。よいしょ。こっちに1名。何？なぜ撤退していった。え、なんで撤退していったんだ。おい、負け取れる。あのね、あれだ、言い訳をさせてもらうとゴルゴンとかブレッシーとか恐怖気が多すぎた。いや、まあこれ完璧に言い訳だけど、ちょっとつらい、つらい、ほんと。なんていうの、ゴルゴンがね一番つらいかも。いや、まあ確かにショットガンのブレッシーもかなり辛いものがあるけど、どっちかというとゴルゴンが辛いかな。
ただあの ICR 自体は反動が小さいだけで、反動全くなくて威力が低いだけで結構使いやすいんですよ。まあ、大口径とかつければね、ヘッドショットで結構大ダメージ与えるんで僕よく使ってたんですけど、まあ久しぶりに使うとダメだね。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。